旅が面白いところ教えてあげるよ。え？面白いとここんなに山ほど案内してあげる。だからいっぱいたくさんとびきり感謝するのよ。調べはあんたよりここ長いんだから。はぁはぁはぁ。じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ねえ、じゃあそろそろ行こっか。いえ。嫌なの？調べが一緒に行ってあげるって言ってるのに。嫌なの？嫌なの？嫌なの？ちび娘、あんまり無理言うんじゃないの。あ、その名前を言ったな。な、何それ。調べの学校でのニックネームなの。お姉ちゃん、でしょ。だって調べがあんまり言うこと聞かないから。じゃあ縁側で待ってるからね。ぽよよん。剣棒。やっぱ来たんだ。私って罪な女ね。じゃあ調べの後をたたっとついてきて。とりあえず橋のとこまで行ってるからね。私にはそれがなんだか恐ろしく手間のかかる生き物との人生で最初の遭遇だった。ここはボロッチだったのをうちのお父さんがトンカー直したんだよ。へえ、大工さんみたいなんだ。このちっちゃい川はね、雪の川っていうのよ。ふーん、そうなんだ。ねえ、雪って雪？うん、お空から降る雪。へえ、ここは雪が降るところなんだ。あんたのとこはちっとも？うん、たまにしかね。ふふ、かわいそうね。でも本当はホタルがポコポコっとたくさん生まれる川だから雪の川って名前になったんだって。なんでかな。は？なんでホタルがポコポコって雪って名前になるのかな。それは…へえ、知らないんだ。違うわよ。あんたにだけはどんなことがあっても教えちゃいけないってお父さんに絶対絶対絶対言われたんだから。絶対に秘密なんだから。このお地蔵様はね、あら、あんたと一緒だと最低だわ。これは占いができるお地蔵様なの。あんたもやってみる？特別に許可するわ。僕、お地蔵様を叩くなんてできないよ。じゃあ、あんた、私にぶん殴られたいの？そんな。お地蔵様、ごめんなさい。キャー、冴えないわね。じゃあ先に行ってるよ。
その大きな蜂の巣はぐらぐらと揺れて、あと数回竿でつつくだけで地面に落とせそうな感じだった。遅い。レディーを待たせるなんて本当にダメな人ね。ごめんなさい。まあ調べはとても優しい子だから特別に許してあげる。この花はね、中の蜜がとっても甘くておいしいの。あ、本当だ。こりゃいいね。なんて花なのこれ。確か紫チューチューっていうの。ふーん、そうなんだ。そうだよ。ひひひ。じゃあ次ね。あれ、おばちゃんだ。二人が仲良くしているところを写真に撮ろうと思ってここで待ってたのよ。うちのお母さん、昔東京でカメラマンやってたんだよ。すごいでしょ。カメラマン？でも、助手だったのよ。一人前になる前に結婚してここに来ちゃったから。さあさあ、二人とも並んだ並んだ。はい、お父さんが好きなのは？チーズ。じゃあ、写真ができたら見せてあげるね。うちに帰ったら、ゆずきさんにも見せてあげるんだよ。きっと喜ぶわ。ゆずきって誰？うちのお母さんだよ。ちゃんといい子にしてたって、お母さんに教えてあげなきゃね。うん。じゃあ、二人とも仲良くするのよ。そろそろ調べも帰ろうかな。この先は蜂が落っこっちゃってるし、あっちの方はでっかい蜂の巣があるし、あんたはスイカ畑の見張りでもしててね。ちょっとだけ楽しかったよ。じゃあね。でもあんたまでちび娘って呼んじゃやだよ。Thank you.
スイカ泥棒はいかにも腕っぷしの強そうな地元の子供だった。そして私のいつもの癖が始まった。ヒック、誰かいるのか。もうダメだ、そう思った時、ち、山犬でも降りてきたか。その雄たけびはどこか遠く深い山々の奥の方から、夏の里山の騒々しさとはまるで不釣り合いに、寂しくそして悲しく響いた。
はい、今日の遊び時間は終了。もう晩御飯ができています。じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、今晩も暑いね。じゃあ、かき氷でも作りましょうか。かき氷のシロップは何が好き？ね、じゃあ、すぐに作り始めるからね。かき氷ってカロリーが少なくていいな。今日はたくさんいっぱい楽しかったでしょ。今度はもっと遠くまで連れてってあげるよ。主食にしたいな、これ。今日はたくさんいっぱい楽しかったでしょ。今度はもっと遠くまで連れてってあげるよ。主食にしたいな、これ。僕くん、この辺の池や川で釣りをするときは水に落っこちないように気をつけるんだよ。この辺はほとんど釣り人が入っていないから、ものすごい数の魚がいるんだ。水がきれいで魚がよく見えるときは、魚の動きを見て合わせのタイミングを取るといいよ。あまりよく見えないところでは、目印に軽い浮きをつけるといいかもしれないな。でも魚から僕くん自身が目立っちゃいけないよ。うわー、すごいな。ちゃんといっぱい感謝して食べるんだよ。こら、調べったら。もう僕くん、氷なんていくらだってあるんだから、たくさん食べなさい。医者がいないこんな山奥の生活だと、風邪をひいたり蜂に刺されてもすぐに病院ってわけにはいかないから、氷はいつでも用意してあるもんなのよ。そんなこんなで随分丈夫になりました。そういえば僕くん、蜂の巣にいたずらをしちゃいけないよ。おじさんはガキの頃、釣り竿で蜂の巣を落としたことがあるんだけど、たくさんの蜂に追いかけられて、それはもうえらい目にあったよ。うん、分かったよ、おじちゃん。僕、絶対そんなことしないよ。おばちゃん、ごちそうさま。はい、お粗末さまでした。
主食にしたいな、これ。遠くに麓の鷺の里村が見えた。